はい、納豆好きの俺の、ネチャネチャ動画、今回はこちら、おかみ納豆の味わい粒でーす。カツオと昆布の合わせだしだれ。45g が、3つ入ってて、タレとからしもついてて、値段結構安かった気がする。70円とかで、そんぐらいなかった、なかった。うん。ということで、食べていきましょう。納豆。いやー、今日はめっちゃ暑いな。北海道で、37度だか、出たらしいですね。北海道ってマジ住んでる人はあれなんじゃないのか。だって冬はさ、寒い上にさ、夏は暑いんだね。何かの罰ゲームかなんかだと思うよね、あれ。っていうかさ、ほとんどその、かわいそうだよね。俺も新潟に生まれてかわいそうだと思ったけど、北海道にさ、生まれないです。普通に東京とかで暮らしたかったよね。生まれたかったよね。本当に、雪がもう、最悪。本当に、しかもクソど田舎で。クソど田舎でよ。もう暑すぎても、俺の部屋の気温もやっぱ35度ぐらいあったんですけど、なぜ東京よか北海道の方が暑いんだって。ねえ。おかしな話ですよ。おかしな話だよな、本当に。試される土地だよね。北海道はね。まあ沖縄もそうだけどさ、だってさ、ただでさえさ、そこら辺なんかさ、アマゾンとかでさ、まあ、ね、配送とかすると、絶対沖縄と北海道だけ、なんか別料金とかになるじゃないですか。ねえ。まあ、それで言ったら、まあ、どっちも同じなんですけど、でもそれだったら多分、沖縄の方がいいよね。うん。北海道もとにかく雪だからね。いただきます。最近、伸びるっていう、そこら辺の野草を食べまくったんですけど、それから今もう3日経つんですけど、72時間経っても、未だに喉の奥とか、ベロの奥が痛い。で、今日はもう、湿度が35度なんで、とにかく乾燥も、あるし、喉が痛い。ん？あ、これ味わい小麦粉粒これ、限定らしいぞ。北海道エリアと東北エリアと関東甲信越エリア。商品特徴。原料が独自の調達方法により、納豆に適した品種を
契約栽培し、低温倉庫で自主管理した新品質の高い小粒大豆を使用し、選び抜かれた良質の小粒大豆を使用しています。毎回思うけど、この納豆レビューの時はもう、咀嚼音出しちゃいけないから、こう、黙るというか、黙るパターン。喋れないですよ。口の中に入れてる時。で、仕上がりが当社独自の厳しい品質管理のもとで製造し、歯応えがあり、旨味たっぷり美味しく仕上げました。タレが、東日本エリアの趣向に合わせ、カツオと昆布の合わせ出汁を使用した専用のタレを開発しました。またお客様の声から使いやすさを考え、注ぎやすいユニバーサルデザインのアンプルカットを採用します。和え物、揚げ物、手巻き寿司など、料理の素材としても幅広くご利用いただけます。で、この納豆が、小粒の、大豆。うん。一般的に、人気の高い、極小粒の、一個ランクが、大きさのデカさが、一個上の、ものです。まあ値段が安いからなんかあれなのかわかんないけど。別にうまいとは感じない。かといってまずいとも全く、感じない。タレがね、なんかね、極小粒のタレに比べると、酸っぱ、しょっぱくない。うん。しょっぱくない系です。まあ、これは、三つ星。ご視聴ありがとうございました。